もう一試合どうですか、皆さん見たくないですか。高田さん、もう一試合組んでください。怪我の方っていうのは大丈夫だったんですか。怪我というか。はまあそうですね。この2日間は大丈夫でしたけど、まあ正直もう本当に右でこのぐらいしか動かず、ずっとそれが本当不安で、で試合にも影響出るかなと思ってちょっと不安だったんですけど、でもまあ試合となってもぎこ、まあ、ちなかったですよ、出せたんで、まあ、結果オーライかなっていう感じです。あの寝技は多分いやあんまり予想してなかった展開だと思うんですけど、あれはもうとっさに練習、あれはとっさですね、本当に僕はもう今日はもう昨日決められたっていうのは打撃で、まあ、行こうと思ってたんで、そこをこう締めで、まあ、締めも練習をしてたんですけど、まさか出るとは思わなかったんで、なんかちょうど相手のパンチで効いてくれて、その後にタックル来たんで、それでそこをガブって締めるっていう練習をしてたんで、その練習通りに決まって良かったですね。MMA もそうですけど、まあ、ライジンで、まあ、キック部門とかも作ってもらいたいなっていうのがあって、でそこで、まあ、僕はまあキックでも、まあ、MMA でも両方出てって、で、まあ、勝って本当の真のチャンピオンになっていきたいなと思いますね。2連戦、あーもう全部力が疲れて、もよくやった、よくやったよ、よかったよかった。